おお、フルフルアジュがいる。おお、待って、この色めちゃくちゃ激アツ。いや、めちゃくちゃいい色してんね。こんなに赤かったか。こんなに真っ赤じゃなかった気がするけど、まあ今はちょっとね、別の動画撮ってるんで、まあまた後で戦っていきますよ。あ、こいつ倒したら私のあの好きな装備が手に入りますかね。まあちょっと先進んでいきましょうか。うわー、かっこいいレイギエナー。ちょっとね、顔がほてってますけど。おえい、おいっす。今日はレイギエナー倒していこうかなーと思います。あのね、レウスが目覚めました。目覚めなさい、いい加減みたいな感じで、あのいい加減目覚めたんですけど、なんか羽はね、あんまり生えてないっぽい見た目。あ、めちゃアイテムじゃない、音もまずちょっと変えていきましょう。なんか必殺技出すときに羽生えるんかな。いや、あのさっきちょっとムービー見たんですけど、強硬化した時のレウスがマジでエグかった。だからほんとデデジーも言ってたんだけど、絆の力をしっかりこう高めていかないと、あのリスクがでかすぎるその代わり手に入れる、手に入る力もでかすぎると。これとまさしくハイリスクハイリターン。ごめん、何出してくるんやろ。強硬化するとは言っても、最初多分普通にスピードだったんで、おそらくテクニックでいけるんじゃないかな。マジでパワーかよお前。それは聞いてないよ。もう強硬化してるからってそこは変えんでええがや。あ、出た、カコン、カトン豪華球の術。強い。やけど状態か。あ、今回初めてだね、やけど状態。うわぁ、もう無駄なとこでやっちゃったよ。ため、も、んー、ため以外の技すればよかったな。まあいいや。とりあえず、まあこの方は今、パワータイプになっておるということで、私はスピードで攻めます。もう許さんぞ、お前。でも現状でパワーだったらさ、切れた時どっちのタイプになるんだろうね。いやぁ、ちょっと、マジ勘弁してくれよ、ほんとに。いや、でも任せてください。レウスが強いんで。やけど、あ、まあ毒とそんな変わんないね。そしたら、ちょっと回復しましょうか。はい、出た、出た、出た。うわ、待って。通常状態でこれですか？それはちょっとやばすぎやしませんかね。とりあえず回復の粉使いましょう。うわ、待って、待って、まだやってくんのか。あ、でもこれは単体攻撃だね。はい、負けていく。死ぬなよ、死ぬなよ。あ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。あ、もう一発くんの？それは聞いてないよー。マジでか、早すぎん。そう、それそれ。あ、翼を攻撃するんだね。あ、初めて聞いたわ今全く話を聞かない系で有名です私は。今飛んでるんだよね。いや、でも飛んでたら飛んでたらでまた変わるんでしょ、知ってるんだよ私。いや、待って、わかんない、マジで。いや、もうこれは耐えるしかないよ。あ、テクニックだね。オッケー。じゃあ、次、パワーで攻めます。死ぬなよ。死ぬなよ。オッケー、勝った。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いけ、狙い、狙い、狙い。羽狙い。いいね。やっぱダメージは入るんだよ。ただ、やっぱ一撃がでかすぎるから、ちょっと回復しよう。いいね、ナイス。この判断良かったね。豪車がなかったら今沈められんかったからね。よし、ライドでバチコリ決めていきましょう。さあ、絆を確かめ合ったこの我々なら強大なダメージをズボーン。いや、でもさ、羽が黒いレースめちゃくちゃかっこいいよね。まあ、それだけでもう、なんか、満足だわ。あ、今、あれだね。普通なのか、これは。うわ、なんか、こういうさ、状況が分かってない時に、やるね。あ、まあ、どっちにしても貯めることしかできんから、これでいっか。スピード?あ、出た。飛んでない状態でブチ切れてる時はスピードってことで、もうややこしいわ。なんか、切れてるのか切れてないのかがね、本当に分かりづらいのよ、これ。体
顔がほてってるだけだったら多分通常状態なんだろうけど、やっぱレイギエナといったらあれワールドから出てますけど、まあこういう雪じゃなくてなんだろう、なんかそういうところじゃないでところで戦ったんだけど、初めてもうなんかそこら中に飛んでさ、しかも高いところにすごい行くから移動するのがねめちゃくちゃめんどくさかった記憶があるんですよね。だから飛ばれるっていうのは確かにめんどい。飛んだら何になるんでしたっけ、テクニックだったね。テクニックだからパワー攻撃、あユリがもうヒョウがもうパワーにしとるね。オッケー、じゃあパワー攻撃で攻めましょう。で翼を狙うと、いけ、それで落とせ。おお、いいね、いいダメージがいったよ。これさ、もう一回私に来たらマジで、ああ、オッケー。うん。もう一撃だね。だがしかし、私はちょっと回復しないと、マジでやばい。やっぱあれだね、体力増強を入れとってよかったわ。判断は間違ってなかった。さあ心当たりで決めていって、え待って、パワー、いや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 、ちょっと待って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 、聞いてないぞお前。さっき初めの時通常の状態でパワータイプだったじゃんか。でさっき怒りましたって出たから、私てっきりスピードタイプ、もういい、もうお前のことは信用しない、もう真っ向勝負ねやらん、本当にわかんない。ねそうだね、そうだな、どうしようか。まあ、貯めようか。まあ、もうマジやだ。あと一回で死ぬやんか。マジでや、あーよかった。いや、マジでよかった。これでまた、さあ、判断ミスとかでやったらさ、じゃんけん負けたらそれでもう終わりよ。もう、レウスとの絆ももうこれで、これっぽっちよ。これっきりだよ。はい、よかったです。 くだらないだと?レウスは崇めるものでも絆を結ぶ相手でもない。人に危害をもたらすモンスターだ。その将、まあ僕もねどっちかというと彼の言う側の人間ではあったけども、ただまあ実際オトモンと一緒にこう暮らしていく中では結構ライダーもいいなって思った。破滅の力を持っている、こちらへ渡せ。おめえなんだよ、破滅の力のことも何も知らないくせに。よ、おう、そうだ、渡すな渡すな。奪うしかないな。そうだよな、それがハンターのやり方だよな。よく知ってる。強いモンスターがおるんなら倒しに行く、ただそれだけみたいな。おお、急になんか西洋のそれっぽい感じになってきちゃったね。あーでもなんかこれだね、なんかドラクエの雰囲気はやっぱこれなんだろうな。いやなんか一気にドラクエ感出てきちゃったな。まあ、こっからさらに物語、おすげえの機械もあるよ。こっからさらに物語も進んでいくのかなと思うので、まあ今日はこれで終わろうかなと思います。それじゃあバイバーイ。